今日一郎です。小判でございます。あ、かぶっちゃった。YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日一郎です。第1弾はポテチバター、第2弾はツナ納豆と、そして第3弾、皆さんに紹介したいのはこちらでございます。焼きそばお茶漬け味でございます。じゃあ食べたことある？ちなみに。ないです。いやもう簡単ですよ。焼きそばのこのソースを使わないでお茶漬けをつけると意外と美味しいっていう。本当？ただそれだけでございます。本当？早速作っていいですか？どうぞ。じゃあまあ早速作りますね。はい。まあいろいろあるんですけども、焼きそばってほら電子レンジでチンとかすると、うん、こうほぐしやすいよとかいろいろあるでしょ。はい。まあそういうのは一切蒸しでいいんで。はい。まあ2玉もしくは1玉用意してください。で、できればお茶漬けの素は2つがいいですね。1玉に対して1玉入れる感じでお願いします。ポイントとしてはですね、お水ちょっと多めに入れてください。このお茶漬けの味のポイントはですね、このお茶漬けの風味がすごく強いのでシーフード系なものも合います。まだ入れますね。まだ入れる。はい、もうこれぐらい。はい、入れますね。はーい。はい。あ、パラパラと。あとはこのお水が飛ぶまで炒めたら完成です。すぐできちゃうから。俺がね、これなんでもともとこんなのが生まれたかっていうと、うん、俺焼きそば濃い味が好きでさ、2玉なのに3玉分の粉とか使ったの。うん、そしたら1玉余るんで、3玉入ってるじゃん。うん、それなんか2回繰り返していくうちに、いやこれどうやって味付けしよう焼きそばってなって、うん、お茶漬け入れたら美味しかったっていう。デブ飯第3弾、焼きそば茶漬け風味。じゃあいただきます。はい。うん、うまい。うん、うまい。これうまいでしょ。うまいわなんかなしだと思ってたけど、あるじゃあるでしょ。まあ食感はね、焼きそばってよりもすごいなんかパスタとか、なんかインスタントラーメンにも近いよね。ね、いろいろやったけどね、鮭が一番うまいんだよね。梅だと俺ちょっと梅が酸っぱくて、シンプルに海苔でもうまいよ。いかがだったでしょうか。皆さんも、お家で簡単にできますので、もう一切いらないよ。焼きそばにもうお水入れて、で、バーってお茶漬けの素かけるだけ。これで簡単に美味しい美味しい、この料理が食べれますんで、ぜひぜひ食べてみてください。以上、きょうちゃんのデブ飯第3弾でございました。バイ。